今日も頑張ったね、ミゼラ。そろそろご飯にしようか。お腹空いてる？お腹のスタンバイはいつでもできてるから大丈夫だよ、カナタ。今日は何を食べようかな。カナタの選んでくれるものなら何でもいいよ。この地方は農業が栄えていて、とても美味しい野菜が自慢なんだって。今日は旬の野菜をたっぷり使った体に優しいメニューにしよう。それは違うわ、カナタ。え、どういうこと？農業が栄えているということは、この地方の人たちはとても真面目な働き者なんだと思う。真面目な人たちは生き物を育てる作法を知っている。そんな人たちが最も丹精込めて育てている食材、それはお肉。お肉を食べましょう、カナタ。それが生真面目に食材を育てている人たちへの礼儀でもあると思う。そうなの？じゃあこの地方の人に直接聞いてくるよ。それはダメだよ、カナタ。この地方の人たちはとても恥ずかしがり屋だから、謙遜して野菜を勧めてくるかもしれないもの。へえ、そういうものなんだ。ミゼラはこの地方の人たちに会ったことあるんだね。ないわ。わかった、とりあえずお肉焼いちゃおう。大丈夫、もう焼いてあるから。相変わらずの敵は。おいしい、やっぱりお肉最高。お肉を食べてるミゼラはいつも最高に幸せそうだね。美味。とても美味。